だってさ、すごい速さでさ、見に来てくれるやん。どうしたん、みんな、すごいで。さあ、というわけで、本日も始めましょうか。遊ぼうって何？ちょっと待ってな。電源ついてない。お、ついたついた。あ、ちょっと待って、ちょっとあと30秒ぐらい待ってほしい。30秒ぐらい。ちょっと待って、三脚が倒れるよこのままだと。ちょっと待ってな。ただいま。倒れそうやわ、三脚が。頑張れ、耐えろ耐えろ。さ、みんなコメントしてくれてるかな。あー、そうでもないか。新しいギフトどうぞやって。おー、すごいやん、花火じゃん。え、花火花火。お、すごい。リナッチ応援隊が2人になったって。おめでとう、いつもありがとうございます。おお、なんだなんだなんだ。すごい、なんかファンキーなアバター、アバターじゃない、アイテムが多い。お、すごい、こっち見てとか。イエーイイエーイイエーイ、こっち見てとか。あ、ええやん、かわいいやんそれ。すごいすごい。山ちゃんもファンレベル上がったって。ライブ、何ライブでもやってんの。銀テープちゃうそれ。あ、金テープか。アンコールぐらいにパーンって振ってくるやつ、それやん。ありがとう、いっぱいくれたおかげで。なんか、あ、今度線香花火も。山ちゃんありがとう。ザッチくんからはこっち見て。はーい、はーい、イエー、すごい。なんなん、どういう、すごい、な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 に、照明も、照明やん、すごいすごい。ザッチくんから照明が来たよ。え、すごい。カネシャン、イエ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 イ、ありがとう。すごいね。ヤマちゃんハートありがとう。おお、音符もだ。え、なになに、なんかバチバチの音符じゃん。え、どういうことどういうこと。新アバター意味わからんな。あ、新アバターじゃない、新アイテム。おお、すごい。山ちゃん音符ありがとうございますと思ったら、カネシャンから弾ける音符が、ほんと派手なアイテムが増えてるよ。わあ、カネシャンもありがとう。イナッチ応援隊になったって、イエーイ、おめでとうございます。いつもありがとう。山ちゃん音符ありがとうございます。新しいもの好きなので。うん、なんかフェスかなんか意識してんかな。
山ちゃん花束ありがとうございます。ありがとう。今日ブスやな配信しながら今日ブスやなっていう人びっくりするよね。ごめんごめん。あのさ、ツイッター見た？みんなツイッター全部リツイートしといてください。お願いします。ツイッター頼むで。みんなまず固定リツイート、固定ツイートをリツイートするのと、あと新ビジュアル、あの公開ですみたいなやつもうリツイートよろしく。新しいもの好きだけど1、10、100、1000万、1万ですね。投げる勇気ない。いいですよ、大丈夫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 、なんかの時に取っておきましょう。いやそう、香水がさ欲しくてさ、今日デパーコス行ったんよ。でお試しのやつ、こういうお試しのやつさ、カバンに入れたらめっちゃカバンええ匂いになったわ。どうしよう、やばい。あー、この2つだけだったかな。なんかさ、好きなさ香水さ欲しいねんけどな、どうもね、なんかお気に入りのがね、なんだろうな、なんか違うよな。新ビジュアル合唱団の衣装それはね、それはおもろい、やばいいや、OL だと思うんですけど、多分そう。だからとりあえず皆さん今すぐ私のツイッターに行って リツイートしよう。頼んだで、頼みます。なんかさ、いろんな匂い試させてもらったんやけどさ、いいですとか言ってさ、なんかあんまりとか言って、これは好きじゃないからこれだけもらいますって言って、なんかいっぱい試したけど今手元に3つしかないわ。いい匂いやわ、いい匂いなんやけどさ、でも隣にこれつけてる人おったらなんかめっちゃ香水やなっていうのをなんか感じるな。でもカバンの中に入れてたから、カバンとなハンカチがめっちゃええ匂いよ、めっちゃええ匂い。じゃあこれだけかな、もっともらって帰ってくればよかったシトラス系はね一番苦手な匂いですね。これはねちょっとジャスミン感じる。お、リツイートした酒井ありがとう。こんばんわんこそばんそう、こんばんわんこそばんそうこう、どうもこんばんは。もうすごいいっぱい応援してる。10キロ歩いた。それはなかなか歩きましたね、すごいな。自転車で18キロ走るよりきつかった。歩くのきついさ。さやねえの挨拶やで。そうやな、ブログで昔言ってたね、こんばんわんこそばんそうこうって。あーこれやばい、
隣でこれおったらめっちゃ嫌やこの匂いの人おったら嫌や。これはねバニラみたいな匂い、バニラみたいな匂いです。なんか甘い系ムスク系の匂いが好きって言って、でありますかって聞いたらこれ出してもらったんだけど、ちょっとこれはな嫌なんよな。確かにデパコスっていうだけあって高級な匂いなんだけど、あ待って、武井サラヤッホー、あヤッホー、あサラちゃん配信始めたのよな、すごい、おすごい、めっちゃ自己紹介ちゃんと書いてんじゃん、えらー、おしゃべり好きの愉快な関西人ですって。今度コラボ配信しようって連絡しようと思っててしてなかった。嫌なもんもらいなさんな、ちゃうねん、いい匂いやねん、いい匂いなんやけど、これを普段から自分の身にまとうって考えたらちょっとちゃうかなみたいな。恐竜映画面白かった、めっちゃおもろかったで、めっちゃおもろくてもうずっと面白い言ってる。ウーカの誕生日だけどお祝いしてあげた、あのツイッターでおめでとうとだけ言わせてもらいました。え、よく読んでみて、ふざけてる言われて、平和に楽しくをモットーに配信していきたいと思っております。最近インテリ系を目指しているので活字の本を読み始めましたが、絶対嘘や、漢字が読めず検索しながら読んでいるので読書が全く進みませんそんなこんなでインテリ系配信者目指して頑張ります、よろしくどうぞ。絶対1週間でインテリ系配信は終わりそうそうよ、サラちゃん今日8月1日サラちゃん配信そう始めたから、みんなフォローしに行って、あなんかいろんな香水の匂い嗅ぎすぎて、一気に嗅ぎすぎて頭痛してきた、やばい初日で終わったインテリア終わったんかいサララン、ウーカの配信見に行ったらここでよく見る名前の人結構いましたよ、おーい、おいでおいで帰っておいで、スメハラや、そうそう、だからスメハラになりたくないんだよね、なんか何かを思い出す匂いする、でもジルの中やったらこれが一番好きやってんな。ディオールだよこれ、あこれだけでもおしゃれやな、すごい。ディオールの店員さんにシャネルの香水をおすすめされたやばくないあそういう系の匂いだったらシャネルさんとか、あなんか場違いですいませんってめっちゃなったわディオール行ってシャネル勧められるっていうなんかおかしな現象が起きました。どうしよう、なんかさ私が世界で一番好きな匂いがリズリサのノベルティの香水なんですよ。あタケコはお菓子食べてくるね、はいちゃんとご飯食べや、また待ってます、えい。島村、何島村になんか売ってんの、うちの商品はお客様にはちょっと遠回しに言ったようなもんだよね
はーいと思って、でも なんかなミスディオールとかあるじゃないですか、けど知ってる人でそれを振ってる人がおるから、なんか一緒の匂いって嫌やんかとかなんとか。島村で自由進められるような感じ、あ、そんな感じやな確かに、世界で一番、そう、ノベルティでさ、2015年とかのノベルティなの。だからさ、もう売ってるわけもなくて、で今もうずっとも大切に持ってて匂いは変わらないから、本当になんか自分のテンション上げたい時ぐらいにしか、まあ2ヶ月に1回振るか振らんかぐらいそう、あの匂い、この匂いとね同じものに出会いたいんだけどね、本当に出会えなくて。おお、ひかるくんハートいっぱいありがとう、ありがとう。石鹸の匂いが一番好き。そうね、石鹸の匂いわかる。あのね、なんだっけ、あれどこだ、イニスフリーの水色のやつが好き。家の中で行方不明、これなんですけど、これが本当に世界で一番好きな匂いでさ、16周年アニバーサリー、オードパルファム、配合成分がエタノールと香料しか書いてないのよ。製造販売元とか聞いたら、これと同じ成分の教えてくださいって、これは何の匂いですかって。これ持ってる人いないかな。この匂いが本当に好きで、好きすぎて全然使えてないっていう。そう、この匂いが、この匂いを探してるんだけど、よくあるじゃないですか、似たような匂いの香水、これとこれはすごい似てるみたいな。例えばこういうローズ、こういう バニラ、このバニラとかだったら、あー、もうちょっと安い値段のバニラに近いなとか、このディオールのこれ初めて匂い嗅いだな。でもこのローズとかさ、なんかどっかで嗅いだことのある匂いみたいな。そう、だこれが世界で一番好きな匂いなんだけど、ノベルティなのよ。なんでノベルティなの、なんでノベルティでこんな素晴らしい匂いのさ香水を作ったの、ディズリサ様は。本当にこの成分を解析して同じ匂いを作りたい。多少高くても買う、この匂いが手に入るならっていうくらい、これを大切に持ってるんですよね、私は。うん、もうキャップも壊れちゃったよそう、どうにかこの匂いと同じものが欲しいの。でもどこ行っても手に入らない。なんか似たような匂いの探してさ、何回か買ったけど、やっぱどれもこれも違う。秘伝のうなぎのタレみたいそう、本当にこの匂いと同じものに出会いたいのに、
と会えなくて、で今はこれ何、ワンダーローズだって、ザラのお試しで買ったものの、まあまあ好きな匂いで、結構使ったね。これは甘い匂いですね。甘くて、ちょっとお花っぽい感じ。あ、ローズって書いてるわ。これもローズだけど、あー、ほう、おもろ。確かにローズ、こっちの方がローズ、王道ローズって感じ。こっちはローズに甘い匂いもちょっと入ってる。これ好きなんだよな。コジやりながらいつもこれ振ってから出てる雨降る正午の話ね。そう、いい匂いのコジやってますなんかさ、自分で香りたいから、それで集中力を高めると言いますか。リナッチは香水は基本どこにつけるの？私は一番自分の近いところ、ここにパッてかける。パッてかけて、そしたら一番自分ここに匂い吸うじゃんだから一吹きしてます。うん、ナッチのシャンプーの匂い気になります。シャンプーの匂いあんまな、匂い強くないんだよな。だからシャンプーの匂いはそんなしない。それよりヘアオイルとかの匂いの方が強いかな。お、バタヤンさんのファンレベルが上がりました。いつもありがとう、おめでとう。部屋に帰ってきたら温度計で38度になってて、死ぬとこやった。やばいでしょそれ。どうしたらそんな暑くなるの、家の中が。やばい。香水って使い方わからないわ。わかる、私もあんまわかんない、わかんないけど、このこう、そう、ザラのさ香水さ、多分もうちょっと種類があっていろいろ見たいんだけど、なんかレジの近くにあるからすごいね、じっくり見づらいじっくり見たいんだけど、レジに近いからなんかそわそわしちゃう。これももう勢いで買ったみたいな。手に広げて塗るの、あ、手には塗る、広げないっすね。広げるとしたらハンドクリームかな。私は家出かける前はシュッてやるか、ここにシュッてやるか、あとは稽古着とか私前日に準備するんですけど、例えばこの T シャツにシュッシュッてして内側に畳んでカバンに入れておく。そうすると匂いがついてる。とか、カーテンがないと高温になるで、お部屋だってさ。カーテンちゃんとつけてる？確かに窓、ってかどうしたら38度になるの本当に。
指で耳の後ろにちょんとつけるとかしない？あ、言うよね。え、でもさ、なんか手に つくじゃん、ずっと匂いが。いや、まあ手洗えばいい話なんだけどね、こことか言うよね。なるほど、そう。だから雨降るはいい匂いの孤児です。はい。あ、遮光カーテンがないので。え、遮光カーテンってみんなついてるもん？私わかんない、わかんない。雨戸まで閉めて出てったけど、閉めすぎたんかな。どうしたんだろうね、どうしたものかって感じやんな。そうだからな、なんかもうこれっていう気に入りの香水を見つけたいんだが、見つからぬ。うん、なぜなら頂点がリズリサのノベルティだから。そう、これを超える匂いが出てこんのよ。あとさ、なんかテック首とか首とか血管の太いところに近いところにつける。あ、そうなんや。血管が通ってる場所の上に香水を塗ると気化して匂う。へえ、そうなんや。けど私はずっとここですね。シュッ。そしたらスッてこのまま来るから。そうそうそう。でさ、例えばこれとかだと2015年にもらノベルティとしてもらって、でよくつけてたから5周年のコンサートとかつけてて、だからこの匂いを嗅ぐたびに思い出すんですよ。なんかその時々にさ、匂いさ、なんか変えてるわけじゃないけどたまたま変わってるみたいな。だから鼻って なんか覚えてるんでしょうね。あ、この匂いあれだみたいな。匂い変わってない、変わってないのよ。だからこのリサリサのノベルティと同じ匂いが欲しい。5周年のあの匂いはリナッチからしてたのか。怖いわ。情報ル全部にその匂い放ってるわけないやろ。リズリサにその香水についてお問い合わせした？してない。ノベルティだから無理だろうってもう諦めてる。あとね、私がね他に持ってるのね、あー、これもあるな。他にもあるんだけど、これハピネスって書いてる。おお、これはエチュードハウスだって。これ高校生の時に買ったかな、大学生かな。いや、そう、これはリズリサの香水の匂いに近いと思って買ったやつなんだよ。でもね、近くないのけど、こう、あのライブのリハーサルの時によくつけてたからそれを思い出しますね。うん、なんとなくね。どうなんだろう、誰か教えて、私の好きそうな匂い。好きそうな匂い教えてくれ。でもさ、
本当さ、デパコスでさ、その私が今持ってるのよりもはるかに高いものを手に入れてね、もうパッケージからおしゃれじゃない、ああいうのって。もう 無敵になれる気がしてだからお気に入りのものをそう見つけたいんだけど、けどさ、なんかさ、やっぱさ、デパコスってさ、ちょっとビビっちゃうんよね。入りにくいし、なんか接客してもらってなんかは申し訳ないなって、なんかこの匂いもこれら全部ちゃうけど、めっちゃいろいろしてもらってほんと申し訳ないけど、安いもんじゃないからお試しでポンポン買わないしみたいな。1万円くらいの、そうそうそう、1万弱ですね。1万超えるのはまあシャネル超えてたかな。ブルガリ、あ、プルガリのブル、何詳しく教えてくれ。そう、あと ドルガバのとかね、匂い知りたい。そう、香水はそう、なんかやっぱその場で嗅ぎたいじゃん。でもさ、必ずなんかさ、なんか好きな匂いってあるのよ。あ、この匂い好きかも、それが何か知りたい。けど少なくともこれらじゃないんだよな。まあ、好きってかいい匂いなんだけど、ブルガリのブルー、そんなのがあるんだ。詳しくなくて、させ教えてください。だからメロンの香りがいい。めっちゃ甘くない、それ。ツイッターのサングラスつけてデパコス買いに行けば怖いものなしじゃないって。いや、室内でそんなサングラスかけたらびっくりするやろ。あー、サングラスかけたいけど反射しそうだからやめよう。こんばんは、どうもいらっしゃいませ。今ね、ずっとね、香水の話をね、ここ30分以上してる。うん、みんな興味ないかもしれんけど、どうにかね、ドンピシャの匂いが欲しいのよ。腹減った、ラーメン食べたい。あ、いいね、ラーメン食べたい。私も食べたい。竜兵さん、はじめまして、どうも。よかったらまたコメントしてください。何が反射するんでしょう。あ、家です。家反射するんで嫌ですいい匂いなんだけどな。友達がサボテンの香水欲しいって言ってた。サボテン、サボテンって匂いあるの？え、どんな？え、めっちゃ気になるじゃん。サボテン、サボテン、石鹸の香りのなら持ってる。使ってないけど、石鹸いいよね。でもさ、その石鹸とかさ、フローラルとか言ってもさ、ほんと物によってさ、匂いがさね、違うじゃん。
だからそのお気に入りを見つけるのがむずい。お、48の握手会で香水の匂いするメンバーいて嬉しかったな。そうだよね、嬉しいよね。なんか、あ、いい匂いだってさ、すぐわかる匂いってあるじゃないですか。ふわって。メンバーの誰かがローラメルシエのバニラのやつ使ってた。ほう。なんとなく、あの、心当たりがあるが。男子につけてもらいたい香水ある？あー、ごめん、詳しくない。でも鼻にツーンってする匂いじゃなかったらいいかな。理想は柔軟剤ですね。そうそうそう、匂いってさ、そう、嫌いだとさしんどいやん。この匂い、この香水の匂い好きじゃないみたいな。多分これは好き嫌い分かれる。私は大好きだけど、私は大好きだけど分かれるみたいな、あるからね。男性が香水してたらすぐ分かるもんな。私分からん。あ、でも電車とかで分かるくない？あのガンって匂いする。柑橘系、そう、柑橘系苦手なんで、柑橘とか、あと 何が苦手かな、まあ、とにかく柑橘系は好きじゃない。好きじゃないとはいえ、あの、匂いたくないわけではなく、あの、自分はつけたくない、自分はずっと嗅いでいたくはないかな。いや、だからほんとリズリーさんのリズリーさんのがやっぱダントツなんだよな。どうしたらいいんだろうね、この匂いはね。バタヤンさんのファンレベルが上がりました。パチパチパチ、おめでとう、いつもありがとうございます。ひとよさんのファンレベルも上がりました、いつもありがとう。そう、香水問題よな。だから本当にあの振りまくらないようにしてる。あくまで自分で楽しめるように。うん、お疲れ様です。あ、どうもお疲れ様です。って感じよ。あ、リズリーさんのその匂いに包まれていたいと。そう、もうこれはどう考えても、どう考えても誰が香ってもいい匂いだと思うの、これは。なんでエタノールと香料しか書いてないんだ。ふん、これは本当に、なんでノベルティなん。おっさんのヘアトニックの匂い、ごめんわからんわ、ごめんわからん。でもとにかく私はムスク系の匂いが大好き。うん、企業秘密、はあ、企業秘密、まさかの。同じの持ってたらマジで欲しい、誰か。リナッチこんばんは、こんばんは。ウーカの誕生日祝ってくれてありがとう。いや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 、もう
おめでとう、うーかん。祝ってくれてありがとうって面白いね。どうもどうも、こちらこそ来てくれてありがとう。ナナナナ バナナリパブリックのクラシック、うん、ちょっとわからん、ちょっとわからん。ムスク系でしたか、まいった。お、や、嫌な、ムスク系嫌いな人ですか？でもギャンギャンのムスクじゃなくてなんつったらいいの、もう本当に嫌になっちゃうね。お、博多の山さん、これはなんだ。あ、線香花火かな。ありがとう、ありがとうございます。使用済みのでもいいの、リズリさ。うん、多少なら許すそれでもいいからこの匂いが欲しいっていう。ギャンギャンのあるじゃないですか、なんか、うわきついこれはーみたいな。そうじゃない、ちょっとなんか柔軟剤の延長線みたいな匂いがいいかな。いやさ、ほんと匂いのプロになんか作ってもらうべきだと思う、私がこんだけこの匂いが好きだから。あら、マングースさんが100回目の訪問って、どうも、どこにいる？見当たらぬ。何分までやろうかな。やばいな、本当に1時間ずっと香水の話してるね。違う話しようか、そろそろ。ただ今日は本当にそう、デパートに行ってきたんよ、好きな匂いを求めて。予定がある、ちょっと前に時間をそこで使おうと思って。無臭が一番、まあ一番はそうかな。でも私は好きな匂いをつけてテンション上げたい、うん。改札を抜けての稽古はまだまだですね、まだまだ始まりません。大阪では百貨店という、それどこでも言うんじゃないの、百貨店って。あのサングラスやっぱお高いの。あれはめちゃくちゃ安い、もうとにかく外が暑すぎるからもう安いのでいいからとりあえず何でもいいから買っちゃえっていう、マジ簡易的な。サングラスです、今にも壊れそうな香水を深掘りしましょうよあれ、います？香水のスペシャリストかなんかいます？香水はフランス人のイメージ、イメージね。なんかマジでなんか探してるねん、ほんまに。ねえ、どこかに置き忘れたサングラスと打ち上げ、あれ花火、あれ打ち、何だっけ打ち
何教えてな、サングラスと何忘れたん？ファブリーズはそよぐ草原の香り。おお、そよいでます。お、流れ星ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。博多の山さん、ありがとうございます。打ち明け話か。4期生の歌なのに歌えるんや。そうね、一時期ライブでさ、めっちゃやってなかった？こうやってやってたよね。10ミリくらいの皆様から送ってもらって、本当に匂い比べしたいくらいよ。今日外、うん、暑かった、暑かったよ。うん、大丈夫だったけど、もうね、チャリがやばい、焼けたかもしれん。靴とか焼けたんじゃないの今日ので。ああ、でも大丈夫そう、ギリ。え、けど焼けたかもしれない、本当に。柔軟剤は何が好き？ダウニーとか。とりあえず普通の倍入れちゃうね。あとたまにさ、匂いのさ、なんかビーズみたいなあるじゃん。一人暮らししてた時はあれめっちゃ入れてた。めっちゃっていう、何、ちょっと多めに入れてた。そしたら本当にいい匂いになるんだよな。でアロマジュエル、それかな、そう、あれ入れてる。チャリで何キロか分かんないけど、もう焼けるぜ、あれ焼けたよ多分、本当に。だって長袖なんて着てらんないし。うん、もう鳥もバテてたもんね。片足でトントントン、そうそうそう、こういうやつでやってたね。打ち明け話でしたか。倍も入れて、いや倍は入れてないよ。あのなんかさ、線が書いてあるじゃない、これぐらいの量を入れるみたいな、それのちょっと多めに。なんでアバター誰もいないの？だっているよ、みんないるべ。ホリッチさんのファンレベルが上がりました。パチパチパチ、おめでとうございます。いつもありがとう。よくリナッチバテなかったね。ああ、もうお茶ガブ飲みしたぜ。そう、もう自転車はもう早く駐輪場に着きたいという気持ちで、人がいないゾーンがあるので、そこは爆走しましたね。でママと出かけたんだけど、ママはさ電動自転車なのよ。電動とさ同じスピードで走ってたら、あっという間に、電動自転車と同じペダルの漕ぎ方してたら圧倒的に電動が速いから、私はその 1.5 から2倍ぐらい、 1.75 倍ぐらいかな、ブワーってペダル漕ぎましたね。
爆走リナッチ見てみたい。いや全然見なくていいです、大丈夫。本当にもう、うわっ、って今日は30分5キロ走ってきたよ。疲れ切って木陰のベンチでしばらく黄昏れてた。ベンチで大丈夫やった？ベンチも暑そうやけど。30分5キロで30分も走れない、30分かけて私何キロ走れるのかな。すごいよ、走れるなんて。私はもう自転車で限界。二人乗りは嫌ですね。あれお尻痛いじゃないですか。私あれ乗ってる人の、後ろに乗ってる人の意味がわからない。なんで下に何も敷いてないのって。今日は外に出たらあかん暑さやった。あ、そう、そんなに、そんなにか。確かに暑かった。顔に汗かくぐらい暑かった。確かにな、今日はな、久しぶりに、そう考えたら久しぶりに汗かいたわ。ああ、そう、クッションない。そうクッションないじゃん。あるもんじゃないじゃん普通に。ああ、二人乗りしてレッドカードもらったことある。そう、本当はダメですから。本当はダメだからし、ダメだし、痛いからもう絶対歩く。バイクは後ろにシートあるもんね。そうね、バイクの後ろ乗ってみたい。めっちゃ怖いけど乗ったことないよ私。人よさんのファンレベルが上がりましたと。おっとっと、いつもありがとうございます。おめでとうございます。何時までやろうかな。よーだって、よー、あ、もう12時過ぎてるんや。こんなもんかな。みんなよく付き合ってくれるよ本当に。バイク、僕の450万円のバイクの後ろに乗っていいよだって。悩むな、バイクな、怖いな、やめとくわ。荷台に乗ってて段差走られると痛すぎる。あ、そうなんや。荷台に乗っててってどういうこと？何？自転車？バイク？どっちの話？ありがとうございます。何もしないのにレベル上がりました。ラッキーやん。風呂から上がったら配信開始から55分が経ってました。いや、それはさ、タイミングが悪いね。ちょっと待って、枝毛かもしれない。待って待って、この私に枝毛だと。なんだなんだ、何かおかしい。髪の毛が一本いたんだけど、この私に枝毛など存在するはずがないので、見当たんない。自転車の荷台？荷台って何？後ろ？いやだから後ろどっちみちさ、お尻が痛いって、あれはだから乗るべきじゃないよし、乗せる責任も持てないので私は。
あれ二血っていうんですか、それはやりません。私は僕の5000円でもらったバイクはツーリング中に動かなくなって、やっばやっば5000円でも、よく逆に5000円払ったね。もう無料でいいじゃん、無償提供してくれや。枝毛っちやめろ。おう、でもってないし、うん、やっぱ健康みたい。私の髪さっき何だったんだろう。でもたまに色がおかしいんだよな。うん、あ、いたかもしれない、こいつだこいつ。なんだ、なぜ色がない、色がちょっとだけない。おもろ、何、色素抜けてるやん。真夏のタンデムは暑すぎて気を失うぞ。タンデムってなんだい。え、なんかの、え、白髪とかじゃなくて、なんかこんなちょっとだけな色がなくて、ちょっとだけ謎ですね。二人乗り用の自転車なんてあんの？そうなの？そんなのあるかい？いや、危ないので私は一人で乗ります。何？配信中に毛づくろいするやつすいませんね。いや、なんかちょっと気になっちゃって。縦に2人並ぶこと、なるほど。真冬も辛すぎるって、だから全力で風を感じるからでしょ。違う、車と違ってさ。え、やっぱ、え、何これ、ファンデーションかな、何がついてんだ、なんかここだけなんか違う色になってんだけど、絶対ファンデーションじゃん。何ファンデーションつけてんの、髪の毛に。いや、でも、え、待って、おかしいおかしいおかしい。いや、ここだけやっぱ色おかしいぞ。ん、怖いんだけど。縦にサドルを重ねた二人なりなどの自転車。はあ。おやつにバーゲンダッツ、ハーゲンダッツだろ。やっぱ色おかしいって。怖い。変なの。かなりキモめの色をされてる。どうしたどうした、明らかね、色素がね数本中途半端にない。これは多すぎるな。髪の毛にシビア、うん、シビアよ。私の基本状態がいいので、状態が全体的にいいからこそ、なんかちょっとでもなんか変なのがあると、あ、枝毛になりそうな毛だわ。本当にお綺麗になってってセリフあるのに。
こだけね、やっぱ太さも違うからね、やっぱおかしいんだわこの毛。女性にとって髪の毛は命です。そやで、せやで、ほんまにせやで。お、コラコラさんのファンレベルが上がりました、おめでとうございます、いつもありがとう。お、博多の山さん、流れ星にハートに、ありがとうございます、ありがとう。おお、バタヤンさんのファンレベルも上がったって、今日ずっと上がってる、いつもありがとうございます。少しずつネタバレをしていくスタイル、そうよ、配信始まったんですね。ぜひ見てほしい。もう大阪来れないの確定してる人はもう見て見て。何の配信かっていうと、まあ枝毛になる髪がないのやめてよねえ。ちょ今真剣な話してんの、本当にやめてあー面白い。何、おお、すごい、春組と夏組見たよって、ありがとう。それについて1時間ぐらい喋ろうやなんかさ、そう、私が今やってる、あ、まあ一旦は東京公演は終わったんですけど、雨降る正午風吹けばっていう舞台がありまして、それの配信が今日、8月1日スタートいたしました。まあまあまあ、ここ最近の一番の自信作ですわ。だからね、ぜひ見てほしいと思いまして、ここで一言宣伝させていただきました。はい、買うなら3日までです。3日まで。じゃあもう見るか迷ってる人に、私の爆笑、もう個人、自分が演じてる分で爆笑ポイントがありまして、ちょっと爆笑ポイント言う前に初見の人来てるから、それご挨拶する。エゾモモンガさん、どうもこんばんは、よかったらまたコメントしてください。そう、週末まで行けると思ってたらあかんで、買うなら3日までやで。ホリッチさん、ファンレベル上がりましたと、おめでとう、いつもありがとうございます。そう、あのね、私のやらかしポイントがまあ、とあるシーンで黄色の衣装を着てるんですけど、小道具に本、ノートがあってね、それをずっと持ってるんだけど、初日の時に何を思ったか、小道具置き場に、ちょっと離れた小道具置き場にポンって置いて、そのまま出ようとしちゃったんです。でも出ようとするちょっと前に、この後のシーンで必要だ、絶対に忘れてはいけないと思って、ブワーダッシュしてそれを取りに行ったんですよ。で、だから取りに行ってる後ろ黒幕なんですけど、私後ろダッシュしてるから黒幕若干揺れてるし、SE でガラガラガラっていう音がね入るんですけど、そこで私が3秒ぐらい出てこないの本当はガラガラ、ただいまって言うんだけど、ガラガラ、怖い3秒の間があって、で そこのシーンは
あの男性が2人いるんですけど出てこないなっていう3秒間魔の3秒間がありまして、ちょっと初見とかだったら気づかないのかな、言わなきゃ。いやでもな、たった3秒がめっちゃ怖い3秒なんですよ。あれって覗いてる瞬間がね、マジで申し訳ないと思いながらダッシュして、すっごい涼しいね顔でね、ただいまっつって、でこんにちはって言ってんだけど、もう全然無理、全然もう爽やかに言っても無理やってって3秒って結構長い、そう長いでしょ。そう、もし買って見てくれる人がいるのであれば、3秒間私出てこないからガラガラ1、2、3、ただいまこんにちは、いや無理無理無理みたいなそんな涼しい顔でごまかしても無理ですセット。許容範囲、まあね、私も許容範囲ですギリ。いや自分で許すなって話なんだけど、もう大胆なミスではないけど、ちょっとね、あやったなっていう。配信されてるのはその魔の3秒があったかい。そうです、魔の3秒がある。はい、魔の3秒がありまして、で、あと私のおすすめポイントは、あ、45分過ぎてる。もうちょっと喋らせて。もうちょっと喋らせて。もうちょっと喋らせてな。私の、めちゃ川ポイント。黄色い衣装の時に、ほら、綺麗になった。綺麗の時の、顔が可愛いあと、もう一つが、先生にもわからないことがあるの、当たり前です、なんちゃらこうちゃらこうちゃらっていうシーンがねあるんだけど、その時の私がその人のこと見て、何言ってるやろみたいな瞬間してる瞬間の顔が可愛い。これはガチなんで本当に、そう、その2つがダントツで、うん、可愛いんで見てください。大阪公演後にベストオブリナッチを決めようじゃないか。そうだね、それはマジで決めたいと思う。いや、そうだよ、その2つだけはねめちゃくちゃ縁ですわ。うん、あともう一個ポイントがあって、私が出てるシーンじゃないんだけど、もう配信見てくれる人はセリフをよう聞いといてください。永井さんちょっと、いやこれには深いわけがあってな、どれくらい深いんだっていうシーンがあるんだけど、その時の永井さんのね、なんとも言えない表情がねめちゃくちゃ好きで、私あのシーンはまだ、あ、必死に着替えてるから見たことがなくて、うん、いや、いい顔してんのよ、もう、うわ気まずいんやろなみたいな。そう、私が出てるシーンじゃないんだけど、ちょっとそこの顔がうますぎて、うん、でさっき春組と夏組買ってくれた、見てくれた、うん、そうそう、春組と私が演じる夏組はその永井さんの役も違って、
ちょっとこれには深いわけがあってなっていう、そこの表情もね、言い方も全然違うから、はあなるほどおもろいなっていうね。うん、一瞬一瞬が輝いてるからどこが一番なんて決められない。まあね、まあそうなんだけど、ほら、まあ人によってはさ、このシーンが好きとか、ここの私のこの顔が好きとかさ、まああるじゃないですか。だから見てみて、大阪公演後も配信あったらいいな。やば、話止まらんわ、もうもう終わる、ほんまに終わる、ほんまに終えますわ配信は。あ、このこれね、でもとりあえず8月3日までなので購入期限が、はい、なのでお早めに。あとね、なんかあったんだよな、もう一個何だっけな。え、でも本当にダントツでもう何回見ても笑っちゃうのがあれですね、私が小道具を忘れかけて魔の3秒間が、いや魔の3秒間は本当に見てほしいな、お願い本当に恐ろしいんで、ええ、じゃあそろそろ終わりますか。お、ワッキーさんのファンレベルが上がりました、おめでとう、いつもありがとうおもろい人が初訪問した、してきた、どうもどうも。ではいきます、13位クニヤン、12位マッキーさん、11位ひとよさん、10位ホリッチさん、9位よしあきくん、8位ひかるくん、7位博多の山さん、6位コラコラさん、5位バタヤンさん、4位カネシャン、2位がザッチくん、1位が山ちゃんでした。どうもありがとうございます、パチパチパチ、ありがとうございます。えい、いや、いや、ザチくんありがとう、いやありがとうございました。ふう、まあちょっともう一回配信見よう、私もそれでなんかポイントあったらまた言いますわ。でもし疑問点があったらまた教えてください。では皆様おやすみなさい、グッバイ、バイバーイ。